ゴジカル。日本一の吊り橋から見る絶景に、タコを使った名物グルメ。今日は石井アナウンサーが兵庫県明石市周辺の魅力をご紹介します。週末お出かけ、ここへで。兵庫県の淡路島と神戸市垂水湖を結ぶ明石海峡大橋、全長は3911メートルで、一昨年まで世界最長の吊り橋としてギネスに認定されていました。今日はこの明石海峡大橋の手前の首都てっぺん行ってこようと思います。首都にシュート。普段見ることができない明石海峡大橋の内部を探検できるツアー、明石海峡大橋ブリッジワールドは、事前予約をすれば中学生以上なら誰でも参加できます。石井アナもツアーに同行させてもらいました。では今から明石海峡大橋の内部に行ってきます。まずはアンカレージと呼ばれる橋を支える土台部分の中を階段を使って登ります。アンカレージの高さはおよそ30メートル、ビルの10階分に相当します。まだまだ元気な石井アナ、あっという間に橋の入り口へ。門が開くと普段は入ることのできない管理用通路が見えてきます。じゃあスタートしましょう。いよいよ探検の始まりです。下がね、透けてますね。ちょうどこの格子状に。海面からの高さはおよそ40メートル。高いところが苦手な人にはちょっと怖いかもしれません。こうやって上見てみると橋の道路の裏側が見えるんですね。普段見ることがないので結構気分が上がってきました。紅葉してます。ゴールの首都までの距離はおよそ1キロ。どんどん海の上を歩いていきます。見えてくる景色もだんだん陸地から海へと入ってきましたし、感じる風も海風に変わってきました。そういう変化もすごく楽しいです。景色や風を感じ、空中散歩を楽しんでいると首都の入り口に到着です。ちょうど首都の真下まで1キロ歩いてきましたが、まだ向こう側、神戸側が見えないんですよね。歩いてきたのは橋のわずか1/4。この先もずっと道が続いていて、橋がとてつもなく長いことを実感できます。そして石井アナはいよいよ首都の中へ。専用エレベーターを使って一気に登ります。一番上が98階、はい、すごい。98階が 284.3m。 エレベーターの数字で98って初めて見ました。エレベーターの速さは毎分 150m。 2分ほどで最上階に到着します。エレベーター登りきると、あの景色が待ってるって考えたらワクワクしますよね。ちょうどあの映画が始まる前の幕間の時間というか、そんな気がします。エレベーターを降りたら頂上はもうすぐ。外に出て待ち受けていたのは、あーすごい絶景ですね。すべての景色が私の眼下にありますね。これは美しい。高速道路、それから車、街のビルなんかもね、すべてがまるでミニチュア模型のように見えますよ。ツアー客の皆さんは海上289メートルのスリルをそれぞれに楽しんでいました。怖いですね。高所恐怖症ではないんですけど、さすがにちょっと真下見ると怖いなっていう感じです。私は楽しいです。楽しい。怖いですねでも一回登ってみたいっていう、はい、二度とない経験ができるかなと思ってちょっと見させてもらったんやけど、はい、すごいですねやっぱりね。タイミングが合えばケーブルの点検作業に遭遇することも。見ている私たちの足がすくんでしまいます。今上飛行機飛んでいったんですけど、飛行機の距離が近いですね。手で触れそうです。もうね、自分の気分はもう鳥になったようで、空を飛んでる気分ですね。一曲ちょっと歌いたくなってきましたね。行っちゃいますか。え、行っちゃいますよ。いせーの明石海峡絶景を楽しんだ後は明石海峡大橋を渡り兵庫県の明石市へ。
てはるんですか。じゃあそんぐらいこう紅葉していくんですかね。向かったのは明石駅のすぐ近くにある魚棚商店街。ここ行きたいよ。明石は日本一の漁獲量を誇るタコの名産地。商店街には毎日生きのいいマダコが並びます。そんな明石の名物グルメといえば明石焼き。魚棚商店街にある明石焼きの店は9軒。その中で最も古い吉川は昭和42年から半世紀以上にわたり明石焼きを作り続けています。明石焼きの生地には小麦粉のでんぷんを精製した人粉とたっぷりの卵が使われていてふんわり食感が楽しめます。地元では卵焼きの愛称でも親しまれているそうで、昆布とカツオから取った漬け出汁でいただきます。私人生初の明石焼きいただきます。出汁につけて、あと、プルプル。まず噛んだ瞬間にじゅわっと中から生地がとろけ出てきます。口の中で生地が優しくほどけていくような感覚です。まさに飲めるたこ焼きですね。明石焼きとともに人気なのが大粒のたこが入ったたこ飯。だしでしっかり味付けされた炊き込みご飯と大粒で身の柔らかいたことの相性が抜群の一品です。明石にはタコを使ったグルメがまだまだあります。こちらの永楽堂、明石の海で獲れたマダコを使ったタコせんぺったん焼きが有名なお店です。実はこちらのお店、事前に予約をしておけば自分で焼かせてもらえるんです。タコせん作っていきます。ワクワクしますね。お願いします。まずジャガイモからできたバレイショでんぷんを鉄板に乗せます。そこにパルメザンチーズと醤油ベースのタレで味付けした大ぶりのタコ。これでできた後の模様が決まるんですかね。さらにでんぷんを上から乗せてスイッチを押すと、おおよそ190度の熱を加え、さらに蓋の圧力を高めます。タコがもう溢れてますね。香りも醤油の染みたタコの香ばしい香りが結構しますね。いい香りがします。そして2分後、あ、焼けてますねこれ。いやー美味しそう。いいですか触ってみても。はい。あったよくこれ持ってますね。熱い。あ、内側よりも大きいですねこれ。私の顔の2倍ぐらいありますよ。でかすぎや。焼きたてのぺったん焼き、そのお味は。どうしたんこれ。パリパリ、タコの旨味とコクが詰まってますね。口全体にわっと広がりました。もう私の口の中でタコが踊ってますよ。踊りタコ。いや生きてないか。いやでも美味しい。石井アナウンサーの人生初尽くしとなった明石市周辺の旅。皆さんもタコグルメや絶景を楽しんでみてはいかがですか。